は日常演武です。本日はこちら、普段は食べ物動画をレビューするのですが、先日のやつがスマホの使っているスマホのレビューをしてほしいというコメントが来ていたんです。なので今日ここに持っているのがソニーのエクスペリア16なんですね。自分が使っているスマホです。ただスマホのレビューをしてほしいと言っても、そんな性能がどうたらこうたらとかそういうのは基本自分は気にしていないんです。エクスペリアを使っている理由は動画が綺麗に撮れるからなんですかね。なので今日はエクスペリア6を使った動画をこの後に公開して、過去に投稿した動画と比べていただけると何か面白い発見があるかもしれない。過去にスマホで撮影した動画で一つ言い忘れてました。ただいつもはスマホ撮影の時にこちらのピンマイクを使って音声を撮っているのですが、今回はスマホだけの性能を見たいと思ったので、もうあえてスマホの内蔵マイクで撮影しています。なのでもしかしたら音声が聞き取りづらいかもしれませんが、その点はご了承ください。ではどうぞ。本日はセブンイレブンの商品をいろいろと食べていきたいと思います。またいい気分になれるかなというわけでですね、今日は、パンとかスイーツとか、あとヨーグルトとかいろいろ食べる。でパンがちょっと中途半端になってるように見えますけど、これちょっとせっかくなので少しトーストして食べてみようかなって思うやつが思ったんで、トーストしてたんで、そのために一つで先に取るよって落ち込まれるかもしれませんけど、じっもったいないんです。待ってるんです。なのでさっさと食べていきたいな。まず卵サラダパンかな。卵サラダのまったりした味わいとか楽しめるのかな。ではいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたこちらの卵サラダパンは、卵サラダのまろやかでコクのある旨味とふんわりとした食感のパンの相性がバッチリです。サンドイッチとはまた違ったふわっとした食感が良かったです。でこちら宇治抹茶塩の抹茶食パン、そのまま食べても抹茶の濃厚なコクが口の中で広がってくるんですが、トーストするとサクッという音とともにより強く抹茶の味を感じることができて美味しかった。で同じ抹茶つながりのこちらの濃い抹茶宇治抹茶どら焼きなのですが、結構クリームがねっとりとしていて口の中でぶわっと広がってくるため、トーストと比べると少しまろやかにねっとりとした抹茶を楽しむのだね。トーストの抹茶の方が歯切れはいいので、そこまたが好みかな。で次にあんクリームわらび餅、外側のきな粉の香ばしさと中に入っているホイップクリーム、こしあんのあっさりとした甘さの相性はバッチリで美味しかった。同じくこしあんは味さえ外側のつぶつぶっとしたお米の食感がなんか続きまくったというのは言い方悪いですが、ついたお餅とはまた違った味わい方ができてよかった。味さえこれからの季節にぴったりです。で最後こちらプレーンセブンプレミアムプレーンヨーグルト、プレーンでしかも無糖なので甘さはなく、まろやかな口どけだけを楽しめる商品ですね。ただ甘くないので人によっては物足りないかなと感じる人かもしれません。独自で蜂蜜とか入れてもいいかもしれないです。で今回食べた中のトーストした場合限定にはなりますが、宇治抹茶仕様の抹茶食パンが抹茶の深みと味わい、そしてサクッといた食感が楽しめて一番好みだったので、代表として4点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。あなたの気になった商品が何かありましたらぜひ食べてみてくださいね。それではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。はい。
以上がエクスペリア16で撮影した動画になりますが、あなたはどのように思いましたか？もしエクスペリア6で動画や写真を撮影してみたいと思ってくれたら、そして今流した映像に出ていたセブンイレブンの商品を食べたいと思っていただけたら、私もとても嬉しいです。今後も、少なくとも2年ぐらいはエクスペリアで動画を撮影し、写真も動画も撮影していきたいと思います。どうかよろしくお願いしますね。それでは本日はここまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、あなたもエクスペリア6に興味を持っていただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞。